細川茂之は、室町時代から、戦国時代にかけての武将、守護大名。室町幕府昭番衆阿波国、三河国、佐抜国守護。細川阿波守護家五代当主。後に本家にあたる慶長屋を継いだ、細川澄元は孫にあたる。細川京介の子として誕生。叔父細川持常の養子となる。宝徳元年に、下の家督を継承し、 阿は、三河守護となる。玄服寺に、室町幕府八大将軍、足利義成より変岐を賜い、重行と名乗る。京徳三年、将軍、足利義政が、山名総運討伐を諸大名に命じると討伐の総大将に選ばれたが、直前に本家の官僚、細川勝本が義政に嘆願したため中止となった。干渉三年には、幕府の命令で、 畠山義成を討つよう命じられ、河内国に下校、竹山城の攻撃に参戦した。三河では前死後の一式死との戦いが引き続き、干渉六年に丸山中塚佐乳道や大場次郎佐衛門ら国人のぬかた軍一揆が起きたが、裏で糸を引いているのが、幕府の万所執事、伊勢貞立家の配下、松平の光と戸田宗光と見た茂行はこれら二名の指揮権がない。 ことから、サダチカを通じて、将軍家に生願し、幕府の命をもって信仰と胸密に、一気の沈圧をさせている。王仁の乱では勝ち元率いる東軍に属し、王仁元年に、京都の市街戦で西軍と戦った。文明五年、サヌキの守護となる。文明八年に、三河で守護大登場国士が、西軍の一式を品を形に攻められ自殺。重雪は幕府への出資を停止。 文明十年に、吉直が三河を放棄したため幕府へ再出資した。しかし、以後細川氏は、三河守護には任命されず、元三河守護に岐阜守護代の末裔とされる西郷氏、はじめ、国人たちが拡挙する状態になったとされる。同年九月十六日に、娘の死を悲しんで、出家、着難、正行に家督を譲った。出家したしげは、翌年1月15日に、 諸国万有の旅に出発して熊野などへ参詣を果たすが、突然の出家、引退に、家中は動揺し、中には、正行の追放を策する家臣まで登場したため、重げは急遽帰還している。その後も、正行と家臣たちの対立は続き、正行が特製一揆を先導したとされた、三吉これ長を処罰するどころか、帰って徴用したことが、登場し、 いいおしなどの他の在京重心の反感を買い、文明17年7月16日には彼らは、茂之不死に背いて、阿波に帰国し、同年10月に、現地で反乱を起こした。このため、茂之、正幸は、急遽阿波に下校して、反乱を鎮圧した。長況2年に、京都にて、正幸が創生したため次男、吉原が後を継いだが、当時茂之は、阿波において、 判断の後処理をしていたために、西山奉公院で行われた、正幸の葬儀に参列することができなかった。明王六年に、吉春も亡くなり、孫のこれ持ちが、若年のため貢献を務めた。ただし、移設として、吉春の死後は茂幸が、阿波の死後に復帰して死去するまで在任したとする見方も、ある。永正元年、正元の重臣、薬師寺源一が完了。 細川正元追放を図って、反乱を起こして、正元に撃たれる。正元は背後に重行の存在を疑って、討伐を計画し、反対に、重行の重臣、三好これ長が先制を起して政元側の拠点である、淡路を攻撃、正元もさぬき、淡に討伐軍を派遣して、自身も、淡路まで兵を進めた。その後、滋行のもう一人の孫である住本を政元の、 養子に迎えることで和解し、翌英雄三年住本と補佐にあたる三好これ長が上落した。ところが、英雄四年に、正本が暗殺されて、後継者争いが発生すると、自分が再興した、上六次元前奏として過ごしていた、茂行も孫の住本を支えるために奔走する。だが、英雄八年の船岡山合戦で、細川高国に敗北した住本は、阿波に帰還し、 重行も同年に78歳で死去した。墓所は、徳島県徳島下家六町の上六寺で、肖像画が保存されている。慶符類には後に、久行と改名したとする記述があるが、これを裏付ける、同時代の記録はなく、解明を否定する説もある。第六大将軍、足利義則より一時を賜った持つねの弟。京介の経歴については不詳であるが、 文明7年7月28日に、茂之が父、京介の33回帰を行ったことが、天音院、龍ン、卓の木運行に記されている。細川正元に不満を抱いていた苦行の中身かど、信種は、薬師寺源一が自害に追い込まれたのは、畠山久信と、細川茂之が約束していた援軍が遅れたためで、あるとしている。ありがとうございます。